日本全国にある神社の数は約8万社以上に上ると言われます。神社巡りをしていると時にはどの神社に参拝すればよいか迷うことがあります。そのような時に役に立つおすすめの神社の選び方を紹介します。本日の動画の概要です。氏神様、一宮22社、総本宮、奥宮、日本神社百選、レイライン上に並ぶ神社。氏神様、自分が生まれ育った土地や今自分が住んでいる地域を守っている神様のことです。ハブスナ様とも呼ばれます。引っ越しした時や自分が祀るべき氏神様を知りたいと思った時、氏神様を知る方法はいくつかあります。一、神社本庁、神社庁などに問い合わせる。道図で調べる。3、近くの神社に訪ねる。以降の紹介の前に、鎌倉幕府の基本法典五成敗式目の中に、神様と人との関係を表すこんな言葉があります。神は人の敬により敬を増し、人は神の徳により敬を。またそのようにして生まれる神力によって人は良い運を与えられるものだという意味です。数多くの人が敬意を持って参拝してきた神社がおすすめということになります。というわけで、一宮について、神社の社格を示す格式の一つで、昔は各地域を一つの国という呼称で呼んでおり、両政国という昔の日本の分け方をしていました。その各国の中で最も格式の高い神社のことを一宮と呼びました。地域によっては一宮が複数あったり、一宮に次ぐ社格として二宮、三宮と続き、中には五宮まで続く地域もあったりします。二十二社とは神社の社格の一つです。朝廷にも認められた格式の高い神社になります。22社は格式の高い順番に上7社、中7社、下8社に分けてれています。 Google マップで場所が一覧できます。概要欄に URL を記載しておきます。総本宮、稲荷神社や八幡宮の神社は日本全国にたくさんあります。稲荷神社であれば司祭神として2970社、境内社、奉仕などすべての軍司社では3万2000社あります。その総本宮が伏見稲荷大社となっています。同じように八幡宮では宇佐神宮、猿田彦大神では椿尾大神社が総本宮になります。奥の宮、参拝者が多いわけではありませんが、本殿よりも奥に位置する建物や場所を指し、より神聖な場所とされています。もともとの信仰の対象となった場所や岩倉、神体さんがある場合もあります。日本神社百選は秋田書店より昭和46年1971年に発売された国文学者臼田甚五郎監修の著書です。各都道府県から1社以上、歴史的な由緒ある神社を中心に取り上げられています。こちらも URL を概要欄に載せておきます。レイライン上に並ぶ神社。レイラインとは日本の格式高い神社の多くがなぜか一本の直線上にあるという説です。玉崎神社、富士山、出雲大社を結ぶラインであります。このラインを御来光の道と言います。他にも鹿島神宮、伊勢神宮、高千穂神社を結ぶラインがあります。また以前の動画で紹介した畿内の御坊星というものもあります。淡路島のイザナギの神宮にはこのような石碑があります。スカイツリーもレイライン上に狙って建てられたという話もあります。このような神社を巡ってみてはどうでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。